はい、始まりましたサイクリスト TV インプレコーナーでございます。はい、暑いっすね。暑いっす。最高気温今日38度だそうです。38度でしょ。もう絶対これ超えてるよね。暑いよ。暑すぎる。ということで、あの、はい、炎天下の中でお送りしていきます。今回のバイクはこちらです。ラビチのクロスです。はい、森くん。はい、ラビチ、新しいブランド初めて見たブランドですよ。初めてですよね。いや、僕もね、初めてなんだけど、これはね、クロスバイクです。そうですね、見ての通り。見ての通り。そう、でも最近は普通のクロスバイクがなかなか手に入らないし、手に入らないですね。そう、値段も高くなってるっていうね、話もあるので、なかなかね、原材料の高騰とか、うん、あとなかなか納期的にもね、入ってこないとかね、最近続いてるので、普通のクロスバイク欲しいっていう方が、選べるんじゃないかなと思ってきたのが今回のこちらです。こちらに、うん、まずね、ラビチっていう、ね、ブランドなんですけど、これイタリア語でね、自転車って意味です、うん、で、もう結構価格は安め。お、価格は安め、うん、安めで、グラベルもロードバイクも、クロスバイクもマウンテンバイクもかな、バイク、うん、もう、作ってますよというような、ね、うん、メーカーです。まあ、基本的に全体的には比較的安価に手に入るもので、ビギナーがね、最初乗ってみたいな、スポーツ自転車乗ってみたいなって思う方が、いいんじゃないかなっていうブランドです。コストがね、低くなってるから、うん、手に入りやすいだよね。ぶっちゃけさ、クロスバイク始めるときって、はい、いくらぐらいイメージして？いや、大体そのクロスバイク、自分があれですよね、やり始め当時とかって、あ、そう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 、5万とか6万とかですぐ手に入れたものだ、うん、あ、そうだよね、そのぐらいだよね。いや、今どのくらいですかね。さっきね、いろいろ見たんだけど、はい、7万とか8万とか、ちょっとね、レンジが上がってる感じが。で、高え、俺の時よりも高くなってんだ。我々始めた頃なんかはさ、10万円ちょっといくとロード買えますよみたいな。で、クロスバイクが5万円、6万円ぐらいだね、言ってた通りね。はい、でも、まあ、最近ちょっと値上がってるっていう話もあった通りなんですが、まあ、今回ね、用意したこのラビチは、まあ、価格の方から言うと、税抜きで5万9800円と。いうところで、うん、まだね、そう、最近 の, その価格高騰の波の中では比較的抑えられてるなと。そうですね、っていう感じ。めちゃくちゃ安いです、はいはい。でね、まあ、中身見ていくと、基本的にはツボは抑えてますと。クロスバイクのツボは、うん、そうそうそう、フェンダーも付けられますし、そうそう、後ろも前も付けられる、こういうね、穴、こういうね、ダボ穴ってるんですけど、こういうところにフェンダーを取り付ける際のステーをね、付けたりとか、リアもあるんですけどね。リアもあるです、ね、うん、でギアはね、シマノ、安心安全シマノ、ターニーっていう ね、コンポついてますね。はい、はい、で、フロントが3段変速。あ、いいですね。3段、クロスバイクに3段変速あり、地味にさ便利だよね。便利ですよ、地味に便利に。うちら2枚しかないですから、フロント。そうそう、ロードバイクだとね、2枚とかしか基本で、まあ、シングルもあるけどね。そう、しかもこのすごい、約5万円台のクロスバイクでディスクブレーキ。そう、ディスクね、ついてるんですよ。これすごいですね。そう、なかなかね、そこそディスクブレーキがついたクロスバイクも最近増えてきてはいるんだけど、増えましたね。まあ、まだやっぱね、価格がちょっと上がる傾向にあるかな、うんうんうん、で、何がメリットなのかっていうと、そのディスクをこうちゃんとパッドが掴むんで、金属がね、しっかり摩擦するから、はい、雨降っても止まるんですよ、ちゃんと。確かに、うん、安全に止まりたいってのあるじゃないですか。ありますね。そう、だからそういうことを求める人にとっては、特にビギナーの人ほど、まあ、いいんじゃないかなと。欲しいですね。そう、ただガツンと効くんじゃなくて、いつでも効かせられるってのがいいんだよね。そう、そうです、そうです。別になんかものすごいさ、制動力が上がるわけじゃないじゃん、ディスクブレーキって。まあ確かに危ないからね、ガツンと効きすぎると。まあ、もちろん効くんだけど、どんなそのシチュエーション、雨が降ったりとか、うん、例えば水が弾いて濡れちゃったりとかしても、リムブレーキとかだと、まあ、シューはゴムだからね、溶けますね。溶けるし、あと制動距離が伸びちゃったりするんだけど、まあ、ディスクだったらそこ安定してると、まあ、それがメリットですと。で、まあ、すごい高いディスクブレーキだと油圧、うんうん、車とかバイクと一緒で、油のね、その圧力でピストンを動かして、ディスクブレーキやるんだけど、まあ、今回は機械式っていうね、これ見てもらえると分かる通り、これワイヤーが通ってますと。一旦ブレーキあります、ね、うん、こういうふうに、これでここでね、ワイヤー の引っ張る力で、パッドをね、動かして、これ挟んでるっていうようなね、感じですね。引きもね、そんな重い軽いと考えたけど、確かに止まるなっていう感じが、そうだね、あります、ね、
なので、まあ、基本的には非常に整って、もうクロスバイクで必要なものはまあ大体入っていると思います。あとスタンドもついてる、ね、そうスタンドもついてるし、うん、ペダルもついてるんですけど、そう今ねペダル外しちゃってるんですけど、ペダルも最初からついてるしスタンドもついてると。だから、まあ、ペダルついてるクロスバイクは結構あるけど、スタンド最初からはないね。ないですね。これだけ別売りでつかなかったり、うんそうある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 んですよ。あるよね。なんかね別売りで買ってみたら立て付け悪くてあれガタガタになっちゃう。ガタガタになったりとか。立て付け悪いと倒れんだよねバタンって、ね。そうそうそう。でなるとちゃんと買った新品の自転車がそう傷ついたりとかね。ああ。なんかこういうサドル破れちゃったりとかさ、グリップがね。そう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 。するんだけど、まあ基本しっかりねこのスタンドついてるんで、うんバッチリ。バッチリ。止まってますね。安定してる。実際あると便利だもんね。あると便利ですよ本当に。今ロード乗ってる、普段ロード乗ってるんでそこら辺の茂みにバンです、まあ、そう壁があれば立てかけるみたいな感じでやってるんですけど、やっぱねスタンダードね便利便利、うん、特にクロスバイクなんかは多分便利だと思います。ともうペダルもスタンドもついているってことは、うん、もうほぼほぼ買うものがない状態です、ね、そうだね。あと買うとしたらまあ前後ライト、そうですね前後ライトだったりとか、あと必要に応じて泥よけとか、そうですね、あとはまあ長距離でなんか少し旅したいなってなったら、うん、ここにスマホホルダーを置いたりとか、そうだね、ボトルケージも一応ここねつけられる。あそこ穴ちゃんとあるもんね。そうドリンクとかもね後から飲みたいなって時にはこのケージって言われるねこう支えるカゴみたいなのがあるんで、それつけるとペットボトルとかあとは自転車用の規格のボトルがあるんでそれを入れることができると。もうこんな暑い日はねボトル必須なんで、もう今もう滝汗なんだ松尾さんやべやばい、もうねすんごい汗かいてる。暑い暑い暑いっすね、はい、ボトル欲しくなる欲しくなる、まあ、ちょっとねこれから水分補給をしっかりしながら、そうです、まあ、どういう風に走るのかね試してみたいと思うので、はい、じゃあ次は実装編に行きますか。行きますか、はい、ちょっと休んでから行きましょう。休んでから行きます、はい、ということで、今回はですね、ラビッチのクロス、こちらの、スペック紹介編ということでまずはご覧いただきました。はい、ぜひ次回の実装編もご覧ください。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。